おはようございます。青木大輔プロ率いるディスタイルの新しいプラグ釣り具屋さんに並んでましたよ。その名もディープローシャット 58SP っていうことで、このね、釣れそうなシャットプラグね、これがディスタイルの新しいプラグなんですね。で、プラグっていうことはジャッカルが製造していて、で、販売 D スタイルっていうことでいいかと思うんですけども、まあね、何しても釣れ線のプラグが数多くあるジャッカル、そこのルアーを開発する技術と青木大輔プロのここをこうしたらもっと釣れるのにっていうね、このアイデアが合体して出てくるプラグっていうことで、いやがおうにもね期待高まりますよね。で、まあね、早速じゃあどんな感じのシャットなのか開封していきたいと思います。まずね、パッケージはこんな感じで、まあ裏に説明書きがびっしりとあってね、こんなディープローシャットって書いてありますけども、パッケージには全長58mm で重量 5.3g ね、で、シワサスペンドだよということと、あとレンジが 1.8m まで探れるよっていう、このようなことが書いてあります。じゃあね、早速開封していきたいと思います。ディープローシャット、パッケージがね、かっこいいですね。はい、出てきました。こんな感じの、ね、裏にはこうディスタイルのね名前が書いてあって、針がね、もう最初からね、これはもう真冬のバスも繊細なバイトもかけてくぞっていう感じの、なんかギャンギャンの針がついていて、それでもって、で、スナップ仕様ですね。最初スプリットリングじゃなくてスナップが最初からついている、これでバランス取ってるよっていう感じのスナップがついていて、で、この特徴的なね、やっぱシャットはね、ここのリップがどんな感じなのかっていうので結構動きが変わってくるルアーじゃないかなと思いますけども、ちょっとね、丸い感じの印象のね、ラウンド型といったらいいのかね、こういった感じのリップの形状で、で、側面、中身見えますけども、これはあ、マグネットのね、重心移動が入っているんだなっていうことで、で、非常に静かですね。うん、ラトル音とかはなくて、で、マグネットでウェイトも固定されているから非常に静かな印象。あー、なんかね、で、お腹はね、ちょっとぷっくりしていて、ちょっとなんというかな、ほんとオーソドックスなシャットね。なんだろうな、このリップの感じなんか、一世を風靡したスピンムーブシャットとか、そんな印象を感じられるのかな。なんかベビーシャットとかだともうちょっとシュッととんがったようなね、リップの形状かと思いますが、この丸くてで非常に薄く仕上げられていて、で、形は非常にオーソドックス、もうなんかね、非常に釣れそうな形っていうね、こんな、シャットプラグですけども、裏にね、そのポイントがいくつか書いてあるかと思うので見ていきたいと思いますけども、まず名前がディープローシャットということで、近年のハイプレッシャーフィールドや低水温機など過酷なコンディションでも一本を取るべく、青木大輔の渾身の一撃を込めた次世代型ハイピッチマルチシャット、それがディープローシャット。アクションはハイピッチタイトロールに設定することにより心地よい巻き感とタフな状況でもバスのバイトを誘発。マグネット重心移動システムを搭載することにより安定した飛距離を実現。マグネットの位置をボディの一番前に持ってくることによりウェイトと相まって先行スピードを速めます。リップデザインは癖のない独自のラウンドリップを採用。リップラップや障害物に当てても跳ね上がらずクランキングシャットとしても使用可能。計算されたボディバランスによりキレのあるジャーク&トイッチでバスにアピールしますっていうね、こういったことがね、この裏に書いてあるんですけども、
なんだろう、気をてらった感じではないんですけども、非常に信頼のおけるルアーになってくるんじゃないかなということで、早速ね、もうハイシーズンですけどね、シャットとか効く季節なのでバンバン投げていきたいななんて思うんですけども、まあ使ってみたいのはやっぱね、あの寒い時期ですよね。まあ横利根川とかもそうですし、ダム湖なんかもそうですけども、そこはもう水が冷たすぎて案外バスがいないね、ちょっと上のレンジで、餌を追っている元気な個体を寒いんだけどもプラグで狙っていくってね、こういった釣りに活躍してくれるんじゃないかなということで、いきなりね真冬に使っちゃうとね、あれこれ釣れんのかなどうかななんて気になっちゃうところではあるかと思うので、まあね早速もうハイシーズンですけどね、でも以前に比べたら本当シャットってその季節を問わず、もちろん真冬も使うし春も使うしね、この微妙な季節の移り変わりのタイミングも使うし、夏もねフィーディングバスを一撃必殺で狙うのだったら使うし、秋はクランキングシャットで使うしっていうことで、ほんと以前に比べたらね結構ね使うのが一年中になってきたなーなんていう印象で、そんな中でもうねディスタイルね、これカラーなんかがね選べたんですけども、10色販売開始っていうことで、セクシーシャイナーっていうことでね、アメリカのルアーなんかによく採用されてるこうちょっとセクシーシャットに近いようなカラーでね、青木大輔プロアメリカのトーナメントもね参戦が始まっておりますので、そんなアメリカでもっていうのを意識したようなカラーなんじゃないかなと思って、金黒とか白尾カラーをね買っちゃいがちなんですけども、あーセクシーシャットもいいなと思ってね、あセクシーシャットじゃなくてこれはですねセクシーシャイナーですね、まあ、こんな感じの色を買ってみたということでございます。でね重さの方もね一応ね測っておきますね。まあ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 パッケージの記載に偽りなしだと思うんですが、どうでしょう、 5.4g ですね。ということでまあなんだろう、そうですね、スピニングでの使用はもちろんなんですけども、あのディスタイルの動画で見たら青木大輔プロはあのベイトフィネスのタックルで使ってる風に見えましたね。ベイトでこう霞ヶ浦北浦のこうリップラップに真冬に投げて魚を反応させている、これは釣れそうだななんていう動画が見ることができるんですけども、そんな感じで見てるとまあまあ最近のねこういったプラグでよくあるですね、ベイトフィネスタックルでも投げられますよ、またちょっとね太めのラインを使ってもしっかりとハイピッチな動きをしますよってね、こういった印象のルアーなんじゃないかなと思って、でハイピッチロールアクションっていう風に書いてありましたけども、動画で見たらね大好きな感じで、ちょっとだけお尻のウォーブルも入ったようなね、ウォーブンロール風に見えたので、これはちょっと好きな感じの動きなんじゃないかなと思って、でねまあ早速手に入れることができたんで、今まあもうスポーニング真っ盛りですけどね、スポーニングが終わったら餌を活発に追うですねフィーディングの時期に入ってくるかと思いますので、そんなタイミングでどうかな、ベイトフィネスタックルでちょっと遊んでみたいななんていう風に考えております。まあ、何してもこんな小粒だけどね、何でしょうか、メイドインジャッカルといったらいいのかで、ディスタイル青木大輔プロのアイデア満載ということで、まあ、釣れるに決まってますよね。まあ早速ねちょっとタイミングがあったらね、ゴールデンウィーク明けて、釣りに行けるタイミングを作って投げてきてみたいと思います。というわけで本日はね開封&まあどんな感じかっていう動画なんですけども、ぜひですねいいねボタンよろしくお願いいたします。またねチャンネル登録まだの方ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り講 TV はディスタイルの新しいプラグ、ディープローシャット、これを買ってきてみたよってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。